えー監督太田ですえー、っとねあの、本当に、僕、ま、はあ、脚本家、えー、映画の仕事もしてますけど、脚本家、映画の仕事もしてるじゃないな、えー、映画監督の仕事もしてますけれども、えー、脚本家の仕事もして、自分の作品は全部脚本書いてるんです。なので、言葉っていうことにすごくね、敏感になるし、まあえー、敏感でなければならないっていうところがあって。 なんかちょっと話してても、なんかあれなんで彼はそんなこと言ったんだうん、なぜあなたはそういうことを今おっしゃったんですかっていうのをね、気になってですね。あの、だからね、あの、右京さん、右京さんって言ってもね、杉下右京、相棒のね、あとか、 えー、古畑任三郎とかそうだけど、多分脚本家の人がやっぱりね、同じように細かいことがやっぱり気になるっていうか、まあ、気にならないと脚本家なんかできないんですけれども、で、あの、いうのがあるのがすごく反 <laughs> 映されているような気がしてね。で、まあ、僕の映画の中でそんな、ね、うん、なたあなたはあの時うん、違うと言っちゃったんですかねとかっていうセルフが出てこないように見せてるじゃないですかね。だけれども、やっぱりね、日常生活がすごい気になるんですよ。で、そんな時に、あ、前にもそんな話しましたよね、コーヒーが、 いいいわっていうのと、コーヒーでいいわっていうのでその、えー、人のなんか気持ちっていうのがそこに表れてしまいますよね。でそれで言うとね、うん、昔くからねおかしいなあと思ってるのがね「頑張ってください」まあまあい,いい言葉じゃないですか「頑張ってください」「応援しています」とかって言いますよね。で「頑張ってください」 いやなんじゃそれはっていうね気がしてて何でかっていうと「頑張る」っていう、まあ、努力してその目標に向かって突き進むという風なうな、えーまあ、行為ですよそれを、えー「励んでください」えー「諦めずに前に進んでください」「努力してください」っていう意味ですよねで聞いていると「あこの人応援してくれてるんだ頑張ってください」って言ってるんだから「よし頑張ろうありがとうございます」って言いがちですよね でも、よくよく考えた、頑張ってください。っていうのは、これは、丁寧な命令なんですよ。頑張りなさい。あの曲げてはいけません、えー。諦めてはダメです。前へ突き進みなさい。っていうね。いや、なんで、なんで他人からそんな風に支持されなきゃいけないんだって、ひねくれ者だから考えてしまうんですけど、やっぱりね、おかしいと思うんですよ。でそこで、例えばその人が、えー、頑張ってください。私、お弁当作って応援に行きますから、とか、あのー 何か努力してね、えー、うちで取れたきゅうり、あの、差し入れ持ってきましたとか、あの、なんかそういうことであれば、あの、ね、その、頑張れって言ってる指示、まあ、軽い、丁寧な命令をしながらも、でもその、まあ、見返りっていうか代償として私はきゅうり持ってきましたとかね、えー、おめでとう持ってきましたとかね、まあ、食べ物ばっかりだけどね、うん、なんか、にか、こう、そういうことがあるのに、頑張ってくださいって言葉を言うだけで、ありがとうございますって、 言ってお礼言われるっていうのってなんかねめっちゃ楽なっていうかすごい無責任な、うん、ことを人に指示しているような気がするんですよ。んれ頑張れれ日本人って頑張れ好きななですよね、えー、なんかオリンピックの前もこ今回というか去年のオリンピックはもう本当どうしようもないですけどその頑張れ日本とかってあの必ず CM のスポンサーが言ってたじゃないですか頑張れ日本とか。で、いうのはやっぱり、ね、あの戦後あのもう日本がもうあのー。 もう焼け野原になった後に頑張って復興してえーっていう風なとこがあったあの高度経済成長で頑張って仕事をしてそれとこうねちゃんと家族に飯が食わせられるとか頑張れば出世できるとかお金も入ってくる家も建てられるピアノも買えるクーラーも買えるねあの冷蔵庫も買えるみたいなで頑張れっていうでその中であの東京オリンピック。 えー、1960年代の方ですよ。あった時に、あの、日本頑張って、もう柔道でも、えー、あと、東,東洋の場所、バレーボールでも、女子バレーでも、やっぱりこう勝ったり、金メダル取ったりすることで、よし、日本は、まだいきるぞっていう風なところで頑張れ、頑張ることっていうのが、すごく大切な意味あることだっていう風な価値観を持ったと思うんですよね。 でも、それがどん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 進んで、高度経済成長から今度バブルに突入してきて、で、その時も似たようなこと言ってましたよね、24時間戦えますかとかね、24時間戦えますか今考えたら何言ってんだよっていう、あれも、まあいいわ、24時間戦えますか疑問文なんですよね。か、だ、誰あんたっていうね。 つまりその前提にあるのは、えー、日本はこうあの、まあ、バブルで、えー、世,界世界の最先,先,先,先端を。 ね、走る企業になり、で、まあれまあ、あれ、時藤沙五郎さんやってたあのがスーツ着てっていうの、ね、やっぱりあのビジネスマン、ジャパニーズビジネスマンですからの、ビジネスマンなんですよね、会社員。で、会社員が、えー、やっぱり世界の最先端に立って合ってるからあの、油断をしたらダメだう抜かしちゃうぞって、まだまだもっとね、あの日本を発展させ、発展っていうか、15分なってきするんけどあの、会社を大きくするためには、あのね、ちょっとやそっとじゃダメだぞ。 えー、ちょっとやそっとじゃ、沖縄には遊ばせないぞって、これも、困 <laughs> しは、あの、漫才で、で、だったら人口を売ってみろって言ってさ、で、沖縄に今一番住むのだって言ってさ、あの、なんか、なんとか、なんとか、あ支援よりも思いやり、その通り沖縄へ起こそうっていう、ちょっとすみません、話がめちゃめちゃ恐れました。えー、っと、最先端で戦っていかなきゃいけない。だから、24時間戦うぐらいでないと、えー、勝ち続けられないんだよ、えー、っていうね、 いうふうふな意味でだからそれがもう当然と今年として「24時間戦えますか?」でないと「あなたのね会社はあの脱落していきます」と「脱落して」とていうか飲みませんよ」とかっていうふうなことを前提としてであの,の CM って作られてるとあの歌詞っていう歌詞歌の歌詞を作られてると思うんですよ。 頑張れ24時間頑張れって24時間戦えますかって24時間あの80年代後半かだからバブルの時に24時間頑張れますかっていうことなんですこれも頑張れなんですだからオリンピック頑張れでこう高度成長頑張れそれから、えー、バブルになってもあの世界の最先端を走ってる日本頑張れっていうね24時間戦えって言ってるでしょでそれが結局今度バブルが崩壊してで で結局、会社っていうのはそうやって働いた社員たちのおかげで会社が成り立ってきたのにこの社員をリストラすることで会社が生き,生き残ろうとしだしたしでその後今度はあの、えー、そんな大変な不況にもかかわらずどっかのバカなのあの政府が消費税を10%にしてそしたらみんな買い控えてもいやいや、しばらく買わないっていうねであの。だって1万円の買い物したら1000円取られるんですよ。 1000円、まあ言えば、何の品ももらわずに1万円のもの買ったら1000円、あの国が取っていくっていう。でそれがまあねす、すみません、また話し外れ外れますけれども、あのー、 福祉に使われるからって言ってもまそれは仕方がねえな、お年寄り増えてるしな、日本はね、ねこれの効力が社会だしな、っていうか全然違うんですよ。会社のためなんですよ。もう、法人税はその下げてるわけですからね。でもこれはもう、あの、山本太郎さんが、令和新選組も、共産党も言ってますけれども、本当ちゃんとデータ出して、本当の話で、で、それを、えー、政府とマスコミが隠れて、隠,隠して、えー、相変わらず女が出て福祉のために使いますとかってさ、まあ、一部使われてるらしいんですけどね。ほとんど法人税。つまり、会社、会社の出しを優遇するためなんですよね。 その会社さっきの会社で出てきましたね。その会社は社員を切り捨てて、で、政府からそんな恩恵をもらって、で、実はこの、こう、20年の不況というけど、ね、会社は、大企業は儲けてるんですよ。で、内部留保っていう、内部でお金がいった溜まってる。でも、この先どうなるか分かんないから、これ、やっぱり貯金しておこうっていうことで、それを、例えば社員に還元しようとか、新しい事業を始めようとか、しないから余計にどんどん日本貧しくなり、あの、不況が続いていくっていう。で、そういうことを結局、政府が応援しているようなものなんですけどね。 っていうことで、だから、要は金持ちだけがこう、金をも,つくもう抱きしめて、掴んでも離さないで、えー、でも、お前らちげえって言ってるようなことが20年ぐらい続いてるってことなんですよね。つまり今まで頑張れ頑張れって言ってね、うん、20時間戦えって言ってきて、何それっていう。で、今度は、えー、そういうリストラしたり人を減らしておいて、2人分、3人分働かせるじゃないですか。それがまあ言われる、えー、ブラック、ブラック企業。 っていうやつで、えー、例えばあの居酒屋でもほんとこの、まあ、ファミレスでも行ったらなんか平日行くと一人で全部やってることありますねすっごい広いところでそあの、まあ、奥に板さん板さんがていう料理する人はいるんだけどもうその女の子が「入り口でいらっしゃいませ」って案内してでサラダバー入れ替えてで運んできてっていうであの、まあ、お客が少なくなってることはありますけどそれでもまあ10人とか来た思ういらとても大変で、ね、でピンポン鳴らしてもなかなか来てくれないっていうね。 いうのは要は要人人るために1人で全部任せただから今まで2人3人でやってたものを1人でやらせてるっていう,いうふうなことでどんどん個人にそういうのを押し付けている時に言う時代なんですよね。えー、だから <laughs> あのまあ、営業やってる友達でも、まあ、こんな時代にね、そんな品物が売れるはずがない、売れるわけないのに、それはね、あ,のあれなんで、それを売るのが営業なんだよとか、上の人間が言われてね、まあ、言ってるだけは楽だよ、待ってみなよと思うんだけれどもみたいなことを、営業部の友人が言ってましたけれども、かそういう風になってきて、つまりそれも、その昔からの頑張れ、頑張れよ、もっと頑張れよ、頑張りなさい、24時間戦え いうその言葉その価値観は生きていて今度はその会社の理不尽を押し付けているのに努力が足りない頑張りに変わってきてるんですよね。だからそんな時代なんで多分僕が感じたのは頑張ってくださいとかって普通にこうね、えー、まあ若い可愛い女の子にねあのなんかあの映画映画頑張ってくださいって言われてまあちょっと嬉しいけれども。 でも、それでも感じるんですよ。いや、お、ま、前、あ、何言ってるのって、うん。だったらさ、こ今回の映画、寄付、寄付集めてやってね、ね、例えば、朝日のあたりあ、朝日のあたりとかね、えー、僕の映画って結構寄付で、あの、その地元の人たちが寄付集めて作ってる映画が多いので、その寄付してよ、頑張ってくださいって言われたって別に、ね、全然、あの、なんていうのあの、映画一本進めないんだからっていうね。で、それを頑張ってくださいとかっていう。 で、頑張ってくださいね。私、応援してます。とか言って、あのーツ、ツイッターとかで来るけど、いや、それ、それが何になんのとか思うんですよね。だったら、寄付してよ。とかね。だから、令和でもそうですよね。あのーえー、山太郎さんここ、ぜひこういうことを実現してください。とか、こういうことをしてください。とか、 頑張ってください、応援してますとか。だったら寄付しろよ、寄付っていうね。いや寄付じゃなくてね、ポスター貼りとか、ね、ボランティアとか、電話かけるとか、いろんな応援の仕方があるのに、なんかね、あの、まあもちろんそう言って言ってる人もたくさんいますよ。それも知ってます。だけれども、言ってるだけであれしてください、これしてくださいって言ってるだけなんですよね。そういう人たちが頑張ってくださいとね、ダボるし、なんかダボってるような気がするんですよね。 だだからとか、あんなやつね、どうせダメよよ。っってて言るもですそれもダメだけどでも応援している自分に何か、あのー、もう満足してしまってあ私はこういうことを応援してるんだからいうことででも結局それは何にもなってないんですよ。でそこでもしその相手の,その行動や目標に共感するんであれば何か具体的なことを知る別にお金は寄付でなくてもいいんですよ。何かできることはあるはずでしょう。 で、それをせずに、ただ頑張ってくださいって言ってるだけっていうのは、なんか昔からのその、頑張りにバンのね、オリンピックからずっと24時間戦えますかみたいな価値観で、そう言ってることが正しいんだ、いいことなんだ。 っててていいう,うなことが継承されていてで今もそうじゃなくて逆にそう頑張れなんとかっていうことで、もう追い詰め、精神的に追い詰められて、うつ病になったり、えーね、若い人であれば登校拒否になったり、えー、もう会社行きたくないなとかあの、自分を追い詰めてね自殺する人が出てきたりっていう。だからむしろ頑張らなくてもいいんだよっていうね、そこまでしなくたって、だってあなたが悪いんじゃないんだからって。 タ郎さんのあれに言ってきたな。そう。えー、なん、ね、T シャツで書いたんで、ちょっとこれ書いてないけど、なんだっけ。えー、あのー、もう、あと、ちょっと、その、言葉を忘れたけど、あなたはもう頑張らなくてもいい。頑張るのは政府なんだっていうのを、令和新選組のなんか、そういうコピーありましたよね。まさにそうなんですよ。今、個人に対して頑張れ、努力しろ、24時間働けますかっていう、もう、言うべきことではなく、 でいや楽しても起きてる企業や政府やなんかそういう人たちがいてそういうやつこそ頑張ってこの不況を打破するための何かをしていかなきゃコロナ、えー、あの対策をしていかなきゃいけないっていう。 なのになんか個人にみんなでしてマスクしろ何しろ自粛しろとかねお店ねあの酒出すなとかって言っていやそうじゃないでしょだったら金出すよっていうだからそのそれも似てますよね自粛要請している緊急事態宣言しあれしないでくださいこれしないでくださいこれしないでくださいねもうあのなんかあのテレビ会議してくださいとか言いながら 本当に、一回十万円、もう何回も言うんですけど、一回十万円、去年、もう一昨年ですよね。それとなんか眼、眼帯みたいなマスクね。でね、それを管理するままた何百億もかかってたっていう。その分、だったら早く捨ててね、あのー、配れよっていうお金をっていうね、ことせずに、えー、あれしてください、クソクソっていうのが、さっき言った、あの、頑張ってくださいとね、一緒じゃないかな。 だから今の時代やっぱ頑張ってくださいっていうすごくうさんくさいし責任責任転嫁っていうか、えー、自分の責任を感じず自分ができることせずに他人にありこれ要求してるだけに思えてしまうんですよねだからね頑張ってくださいっていうのは本当に今の時代を感じていない過去の価値観を振り回しているだけでだから頑張ってくださいって言われてねなんかめっちゃね 何言ってんだとかって思ってしまうんですけれども感じるんでね頑張ってください今ほんと死後だよなと思ってねむしろ頑張らないでくださいでもうなんか楽にしてくださいあの無理しないでくださいっていうことこそがね今この,この日本で必要な言葉なんじゃないかなっていうもちろんねそれであの仕事しないと食えないっていうのもありますよでも無理して仕事しないでください自分を壊してまで仕事しない努力しないでくださいっていう 本当に努力すべきは政政治なななり政府なり府企業なんでもう個人はもうそこまでて自分を追い詰めてね体を壊したり心を壊したりするようなとこまで頑張ってはいけませんっていうことがまあ必要なんじゃないかなと思ったりします。またこんなこと考えていきます。